大島はシャレモンなんで、あえてフォーマルな、あー素敵、うん、回してみましょう。おー素敵ですね。今ちょっとこういう大島とか色文字とかに金糸銀糸のいぶしぐらいのを結ぶととってもおしゃれ感、どうだろう、これ上品な帯あまり崩さない方がいいですもんね。帯揚げ、帯揚げちょっとつながるぐらいの色が帯と、ああ、それいいですね。じゃあ帯揚げは南蛮尻尾一緒です。おすすめは上品、上品ですね。あー上品、優しい。もしあとは変えるとしたら、これだと濃くなっちゃう、あんまり濃くない方がね、せっかくのそのね雰囲気が、そうなんですよ、帯のねこう華やかさ崩さないしなければですね、雰囲気を変えながらこれぐらいで、あ、本当ですね、全体の色の雰囲気をいいですね、こう、はい、帯の色からそのまま取ってまとまってます。とてもあまりもう色を足すというよりはトータルの、そうですね、雰囲気をちょっとこの色の感じを大事にしてみた組み合わせです。ちょっとこれもじゃあちょっと高級で、今度はコロッと雰囲気を変えて、あ、でもすごくしっくり馴染む感じですね、馴染む感じしますね。あんまり色数使わない方がやっぱり上品にまとまりますね。そうですね、この帯が品よく華やかな雰囲気あるのでどう出ますか、こんな感じで、あー、こちらもすっきりしますかね、ね、もしかしてどうですか、ちょっと賑やかな感じになりましたね。そうですね、うん、切りはこっちだから、ね、この方が大島の雰囲気のまとまりがいいですね。そうですね、あ、いいですね、これでどうですか、はい、中村さんどこ行きますか、あ、まあ、これからの、季節を考えて、大島なんですけど、まあ、すごくまあ大胆な柄でもあるので、はい、食事、少しね、はい、いいあのお店に食事に行くイメージ、もしくは、うん、そうですね、まあクリスマスパーティー来ていく感覚で、ね、うん、あのおすすめかなという組み合わせです。はい、今日奥さんと行くコーディネートにしましょうか。出ましたどこに、どこに行きましょう、クリスマスですよね、クリスマスコンサートとか奥さんと、じゃあコンサート行く感じで行きますか。コンサートとかこれからすごくありますよね。コンサートもいろいろありますよね。着物でなんかジャズとか聞きに行っても、ジャズ、ちょっとなんか二次会的なところで、ジャズっぽいやつ、ジャズっぽいジャズ、ちょっとですね、まあ、遊び心を持たしていいような気がしますね。楽しめるかなという組み合わせですよね。ってこの本当に柄と柄の合わせでうまく着こなすってすごいですよね。ってことは小物はすっきり、ブルー綺麗だから、ブルーの帯締めとか、ブルー系だったらこういうベージュとか、ちょっとジャズとかだ、少しキラキラ入っても綺麗かなと。ブルー系乗せるとこんな感じですよね。でいいですね、ブルー系はもう間違いなく、うん、合いますね。財布はこんな感じ、茶色すぎますかね。いや、ちょっと、出費がかさみますね。その分お願いします。ブルーを意識しながら、ちょっと明るいかな。ちょっとこっちの。ベージュっぽい、ここ使ったらどうですか、ここにありますよ、このどうですか、あ、ちょうどぼかしのところですね、うん、ベージュちょっと入ってるのでね、それで赤ちょっとだけ出るぐらいにしておくとどうですか、いいと思います。
なんか楽しいですね。本当に先ほどのジャズのイメージかもしれないです。はい、クラシックコンサートのカチッとした感じよりももうちょっと遊び心を。そうですね、本当あの、はい、先ほどのとねガラッと変わりましたね。遊び心のバックとかってないですかね。その音楽を聴きながらこれを小脇にかかるとか。ああ、ここ抱きながら行くんですね。クラッチバックとかでもいいかもしれないですね。クラッチがいいですね。黒か何かの、何かありますかね。画面がごちゃごちゃしてきました。盛りだくさん。盛りだくさん。あ、すごい。すごいすごい。少しだけ落ち着いた感じ、うん、もしくは少しだけ華やかに振らない、どうですかみたいな。奥さんにどちら持たせます。テーマがジャズ。ジャズそっちですね。こちら、はい、いいですね。これ大丈夫ですか。今回も解決しました。解決しました。総額いくらなんでしょうか。ありがとうございます。あれ今回は大島紬をベースにしながら帯とあと小物の方合わせてみました。はい、ご質問であったりとかこういうコーディネート、見てみたいとかいうねご意見等ありましたらコメント欄でも構いませんしメールでも、いただければコーディネートをしていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。